こんにちは、新平です。今回は7月12日から7月24日までインドネシアで行われたバスケットボールアジアカップについて男子日本代表の戦いぶりを振り返っていきたいと思います。今回もぜひ最後までご覧いただければ幸いです。はい、まずこちらがアジアカップの日本の試合結果一覧ですね。FIBA の大会ページから引用していますので、少し文字が小さくて見づらいかもしれませんがご容赦ください。日本は予選リーググループ C ですね、2勝1敗の2位通過、ベスト8進出のための決定戦でフィリピンに勝利して準々決勝進出ベスト8となりました。準々決勝ではオーストラリアとの対戦となりましたが、惜しくも敗れてベスト8敗退となってしまいました。それでは各ゲームのスタッツを振り返っていきましょう。はい、まず第1戦のカザフスタン戦ですね。上の表がチームスタッツ、右下がボックススコア、左下がショットチャートになっています。ボックススコアの文字が小さいのをご容赦ください。このカザフスタン戦なんですけれども、前半まさかのリードを許す展開でしたが、後半相手を20ポイントに抑えて逆転勝ちとなりました。個人スタッツでは渡辺選手がゲームハイの21得点に加えて8リバウンド4アシスト、エヴァンス選手が17得点9リバウンド、西田選手が3ポイントシュート4本を含む16得点の活躍でした。チームスタッツを見ていくと、日本は3ポイントシュートが38分の12、 31.6% の成功率に対して、ペイント内得点が46得点と、かなりゴール下も攻略することができたことが分かります。ショットチャートでも分かるように、3ポイントシュートがペイント内シュートのチョイスっていうところに綺麗に分かれていますよね。ペイント外からの得点は2ポイントだけと、日本の狙いがしっかりと実践されていたゲームだったと思います。それからカザフスタンに対して23本のターンオーバーを誘発しているんですけれども、日本のターンオーバーからの得点が35ポイントに上っているのも見逃せません。ファーストブレイクポイントも25得点となっているので、ここでも日本の狙いであるトランジションバスケットがハマっていたことが分かります。はい、続いて予選リーグ第2戦のシリアとのゲームですね。シリア戦は前半終了時点で68対27と大きくリードして、危なげない戦いで快勝しました。個人スタッツでは須田選手が B リーグでのキャリアハイをも上回る33得点、なんと3ポイントシュートを9本させる離れ技をやってのけましたね。それから富永選手が3ポイントシュート7本を含む23得点、吉井選手が同じく3ポイントシュート3本を含む12得点の活躍でした。渡辺選手を14分間の出場と温存するような形になりましたね。ショットチャートはね、これグレー地にグレーのポインターで非常に見づらいんですけれども、ペイント外からのシュートは皆無。しかもチームスタッツを見ていただいてもわかるんですが、非常に3ポイントシュートアテンプトが多くて、なんと52本の指導となりました。成功数も27本の 51.9% でしたから、シュートに関しては文句のつけようがなかったなと思います。この3ポイントシュートアテンプト52本なんですけれども、例えば B リーグでは B1 で最も3ポイントシュートが多い川崎ブレイブサンダースが1試合平均30本、最も多かったゲームでも37本でしたので、実力差があるとはいえ、相当な指導数であることがわかると思います。で、このゲームでもシリアに24本のターンオーバーを誘発して、ターンオーバーからの得点は36ポイント、ファーストブレイクからの得点も26ポイントと、トランジションがしっかりハマっていたことがわかります。はい、続いてグループリーグ唯一の敗北となったイラン戦ですね。第1クォーターは僅差だったんですけれども、第2クォーターで日本はわずか10得点の大ブレーキ、続く第3クォーターも12ポイントと、勝負どころの中盤でイランにペースを握られたのが大きく響きました。個人スタッツでは渡辺選手が17得点10リバウンドのダブルダブルと凄みを見せたんですけれども、井上選手も3ポイントシュート4分の4の12得点と奮闘しましたね。ただし2桁得点がこの2選手のみ、リバウンドも5本以上取れた選手は渡辺選手のみと、ここの力量で見るとやや力負けしてしまったかなという印象でしたね。チームスタッツでは日本が3ポイントシュートが33分の11、33.3% の成功率、EFG パーセンテージも 51.7% と悪くなかったんですけれども、ターンオーバーが14本と5試合で最も多くて、さらにイランがターンオーバーから20得点を上げているので、まあ、日本のターンオーバーがイランの得点につながってしまったというところがね、ゲームの流れとして非常に良くなかったなというふうに思います。それからイランのオフェンスリバウンド獲得率は 36.6% と、非常に高確率でオフェンスリバウンドを渡してしまっていて、そこから12得点ものセカンドチャンスポイントを与えてしまいました。そこも含めてペイント内でイランに44失点してしまったっていうのは非常に痛かったなと思いますね。はい、イラン戦の敗北を受けてグループリーグ2位となった日本はベスト8をかけてフィリピンと決定戦を戦うことになりました。2019年のワールドカップにも出場したフィリピンなんですけれども、今大会は若手中心のメンバーで挑んできましたね。第1クォーターで32得点を挙げて大きくリードした日本は、フィリピンの粘りになかなか大きく引き離せない展開というのが続いたんですけれども、まあ、最終的にはしっかりリードを保って100点ゲームでの勝利となりました。日本は富樫選手がゲームハイの18得点6アシスト、エヴァンス選手が17得点7リバウンド、渡辺選手が15得点9リバウンド、西田選手が15得点、須田選手は3ポイントシュート4本を含む14得点と、2桁得点者が5人と、非常にバランスのいいスコアリングとなりました。チームスタッツでは日本は3ポイントシュートアテンプトが35本で 37.1% の成功率、2ポイントシュートも 60.6% の成功率、ターンオーバーも10本に抑えて非常に高い得点効率となりました。今までも勝ちパターンのゲームでそうだったように、相手ターンオーバーからの得点というのが23ポイントと非常に多くて、理想的なオフェンスを展開してきたと言えると思います。
ただし今ゲームでもフィリピンに 35% と高い確率でオフェンスリバウンドを与えていて、セカンドチャンスからの失点は21ポイント。ペイントライン得点こそ日本がフィリピンを上回ったんですけれども、ゴール下の争いに関しては課題が見えたゲームでもありました。また渡辺選手が右足首の負傷で途中退場、次戦のオーストラリア戦では渡辺選手を欠く戦いが濃厚になってしまったというところも痛かったですね。はい、最後は準々決勝のオーストラリア戦です。日本がほぼ同じメンバーで挑んだ先日のワールドカップ予選では大敗を喫していましたので、結果はもちろんどういったゲームができるかどうかっていうところも非常に重要な戦いだったと思います。前半で15ポイントのビハインドを背負った日本は第3クォーター途中から怒涛の追い上げを見せて、第4クォーターでも1桁点差に詰め寄ったんですけれども、勝負どころでのオーストラリアの3ポイントシュート、それからペイントネイ攻略に屈してベスト8敗退となりました。渡辺選手が欠場の中、富永選手がスリーポイントシュート8本を含む33得点の大暴れ、いわゆるロゴ3と言われるね、長距離シュートも見事でしたね。それから井上選手も11得点、富樫選手も14得点5アシストと奮闘しました。で、オフェンスでは一定の成果を発揮しましたし、ディフェンス面でもね、持ち味を発揮する場面っていうのはもちろんあったんですけれども、やはりそれを40分間持続するのが難しかったなという印象ですね。で、スタッツで言うと前半リードを奪われたこともあって、スリーポイントシュートが非常に多くなって、しかも高い成功率で決めることができました。ただ、インサイドをやっぱり攻略することができなかった。ペイントライン得点わずか14得点に終わっていましたので、スリーポイントシュート成功率が 47.1%、ペイントライン得点が36ポイントと、バランスよく得点したオーストラリアとはちょっと差があったんじゃないかなと思います。はい、最後にオフェンス面、ディフェンス面のまとめをしていきたいと思います。下のスタッツはアジアカップ5試合のトータル平均値ですので参考にしてください。まずはオフェンスからお話ししていきましょう。スタッツを見ていただいてもわかるように、2ポイントシュートより3ポイントシュートのアテンプトが多くて、徹底した3ポイント構成は今大会でも得点源という風になりましたよね。ただやはりタフショットも多かったので、インサイドやペイントアタックの弱さっていうところはなかなかアウトサイドでオープンを作れない要因になってるんじゃないかなと思います。で、ピックアンドロールはもちろんオフボールスクリーンを使って、やっぱり確率の高いシュートっていうところを生み出していきたいなという風に思いますね。それからトランチオフェンスっていうのが非常に武器になってきていると思います。ファーストブレイクも平均24ポイントと素晴らしいスタッツを叩き出していますし、何より躊躇なくトランジションの場面で3ポイントシュートを放っている場面は、というところに関しては今までの日本のバスケットとは大きく変わった点なんじゃないかなと思いますね。で、課題としてはやはりハーフコートのオフェンスですよね。で、今回のチームではまだ渡辺選手もね、合流してから間もないこともあって、得点確率の高いセットっていうのがまだ組まれていないようにも思います。で、ホーバスヘッドコーチが女子を率いていった時にもよく見られたウィングのカッティングだったりバックドアっていうのが少なかったような気がしますね。で、こうした状況ですので、スローダウンするよりは先ほどお話したようなトランジション3っていうのを打っていく方が得策ではあると思うんですけれども、まあワールドカップ、こう来年以降の戦いに向けてハーフコート時のオフェンスパターンっていうのはね、間違いなく確立していく必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ディフェンス面に関しては、まず相手がピックプレーを仕掛けてくる時のショーディフェンス、そしてそこからのトラップディフェンスというのが非常に面白かったですよね。で、 B リーグではよく見るプレーではあるんですけれども、なかなかこれまで日本代表のバスケットにはなかったような形だったと思います。で、ペイントラインを開けやすくなってしまうので、多少リスクがある守り方ではあるんですけれども、そもそもやっぱり強豪国に対してインサイドでは分が悪い戦いになりがちですし、このショーディフェンスの精度を上げて強豪チームに対抗していくっていうところもありなんじゃないかなと思いますね。ただそのショーディフェンスをしている影響っていうのはもちろんあるんですけれども、まあ先ほど申し上げたようにペイントアタックに対する守りってなかなか厳しいなと思いました。特にペイントに入られた後、コーナーにいる選手に対するカバレッジのポジションっていうのが悪くて、かなりコーナー3をオープンで打たれてしまいましたよね。それからね、ペイント付近でもカットした選手に対するローテーションっていうのをまだまだ精度を上げていかなければいけないポイントなんじゃないかなと思います。そしてやはりディフェンスリバウンドですよね。で、厳しいことは重々承知なんですけれども、敗れたイラン戦では 36.6%、オーストラリア戦では 40% と、かなり高い確率で相手にオフェンスリバウンドを渡していましたので、5試合平均のセカンドチャンスからの失点も17ポイントですね。これも何とかしてやっぱり改善していかなければ、世界で戦っていくっていうのは厳しくなってくるんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。本日はアジアカップに臨んだ男子日本代表の戦いについて振り返ってきました。このチャンネルでは日本バスケットボールに関する動画を毎週アップしておりますので、今後もご覧いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。